タートライン上、追い風はまだ続く状況ですが、風自体はだいぶ弱まってきています。水面状況です。11レースの戸田特選が始まります。対戦メンバー1号艇静岡、庄司康介、2号艇埼玉、秋元悟、3号艇岡山、峰重力也、4号艇香川、中田源太、5号艇大阪、中井俊介、6号艇大阪、西賀祐樹、以上の6名です。1番の庄司、ここにて3着並べる展開です。引戦1番の庄司、勝負がけの2番の秋元でしたが、前半戦の大敗で一歩後退です。そして勝負かかるのは3番の峰重、ここは1着取れば8点ちょうど、勝てば優劣がかなり見えてきます。そして4コースの角には4番の中田は現在6点5位の 8.20 という状況、連載目安の勝負がけです。5コースに5番の中井、そして6コース6番の西川、1着取れば 7.80 という状況、勝って結果待ち。時間までは10秒を切ります。進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。岡君のが一番渋いよ。ここでは先頭3点、あの3点出動される。